別にうちらも強制して連れて行くことはできないんで、お客様は行かないよって言うんだったら、まあ、その意義を尊重しないといけないんだけど、うん、じゃあこの後あなた今こういうことが起きてて、この後こういう問題が起きますよっていうのまでやっぱ言えるかどうか。そうだよね。明らかに怪我したとか、明らかに具合悪いんだったら、それは誰だって病院に。誰だって言える。そうじゃないけれども、私スキーしに来たからスキーしたいんだけどなんか調子悪いんだけどみたいなね、人に対してこういう理由であなたはこれ以上やるとこういうことが起きる可能性がありますよとか言えたらね、言えるとまあ説得力も高まるし、はい、パトロール呼んでよかったなってそうだったかなと思ってます。こんにちは、ペコマです。こんにちは、タケです。はい、今日は八方尾根スキー場のスキーパトロールの竹内健二さんに来ていただきました。よろしくお願いしますということで、まずちょっと簡単に自己紹介してもらっていいですか。はい、皆さんこんにちは、竹内健二と申します。白馬、長野の白馬にある八方尾根スキー場でパトロール今6年やってます。もう人生はスキー、まあ、スキーをしているために生きているのか、生きるためにスキーをするのかぐらい、まあ、スキーが好きで、まあ、スキーに関わる仕事をしたいなっていう思いでこう始めました。へ、はい、じゃあ出身が白馬っていうことですか。いや全然いわゆるアイターンってやつですね。あの出身は、まあ、南の方の高知なんですけど、まあ、いろいろ転勤を重ねて今たどり着いたのがこう白馬。スキーやるきっかけって何だったんですか。きっかけ、僕もともとはファミリースキーで、あの小学校の頃親父がよく連れてってくれたのがきっかけで、で社会人の時ちょっとブランク入っちゃったんですけど、再開したらなんかやっぱ、うん、ずっとやっぱ続けてきたのが好きだったので、うん、その小さい頃のファミリースキーっていうのはその本格的なスキーをしてたってわけではない。ではなくて、普通に週末だけこう新潟とか長野に行って。それでじゃあ本格的になんかスキーにはまるきっかけみたいなのはなかったんですか。きっかけみたいなのないんですけど、うん、こうスキー板を履いて雪の上に立った時の自分がなんか自分でも惚れちゃうなっていうのに、かっこいいんだ。自分はやっぱここにいた方が自分らしくあれるっていうのがあったんですよ。そう気づいちゃった。あ、これタケさんね、タケさんって言うんだけど、タケさんを雪の上でまだ見たことないです。あ、見たことないですね。ちょっと雪の上で見たら惚れちゃうかもしれない。全然違いますね、多分。はい、そんなタケさんなんですけれども、今回ねちょっと聞いていきたいのは、うん、まあ、スキーパトロールっていうのは医学的知識とかスキルとかがどのくらい必要なのかなとか、実際にどのくらい持っているもんなのかなとかね、そういうことちょっと全然わからないんで聞いてみたいんですけれども、まあ、スキーパトロールのお仕事って僕はあんまり知らないですけど、イメージとしてはスキー場の中で事故を怪我したとか言ったら、うん、スノーモービルでさ、うーって言って助けに行って、ね、まあ、必要に応じて救急車とか呼んで、うん、まあ、病院に連れていくみたいな、そんなイメージで合ってます。そうです、まあ、誤解ないように一応クリアにしておくと、あのその救護活動みたいなのはやっぱほんの一部であって、うん、あのすごいいろんな仕事があるうちの一つ。あ、スキー場で怪我人が起きちゃいました、現場に行っていろいろ救助なり処置をして山の方まで運びましょうっていうのはありますね。まあ、仕事の中の一つってことですね。他の仕事っていうと、例えばスキー場の整備みたいな。そうですね、ざっくり簡単に言うと、まあ、朝の点検があって、うん、昼の巡回があって、まあ、最後の夕方 その最終パトロールっていって、スキー場からお客さんを全部出すと、うん、朝の点検ね、羨ましいよね。羨ましいです。もうなんか一番にリフト乗ったつもりなのにもうさ、なんかしぶりついてるじゃん。そうなんですよ、あれ実は僕たちですねあっていう楽しいところもあるし、うん、あの雪崩管理っていうのは、うん、雪崩をこうあえて自分たちで起こして、要はスキー場の安全を確保するっていう仕事もあったりします。なるほどね、はい、なので皆さんが楽しくスキーを安全に滑れてるのはこういうね陰で支えてる人がいるからっていうことなんだと思うんですけど、その中の一つの仕事として怪我人とかに対処するっていうのもあるっていうことですよね、うん、はい、で怪我人に対処するっていうと、なんかそれなりの専門知識とか医療知識、うん、技術とか必要なのかなとか思うんですけれども、はい、そういう資格とか持ってる人っていうのはいるものなんですか。いたりなかったりですね。で、正直なくても全然できます。ただあるに越したことはない。その資格があるっていうのは例えばどういう資格。まあ、過去にはその本当にお医者さん、医者でスキーパトロールの、まあ、ボランティアですけど、ね、うん、で来られてた人もいるし、あの柔道整復師さんとかも。確かに打球とか多そうだもんね。多いです、うん、そういう人は実際スキー場の中で整復したりとかしてましたが、うん、まあ、あとはまあ、看護師さんが多いですね。あ、まあ、看護師さんがいそうですね。なるほどね。
まあ、そういう領住者がいることもあれば、まあ、でも基本的には、まあ、何でもない人がやってるっていう感じですね。のが多いね。そうですね。まあ、それでできちゃうっていう話ではあったけれども、うん、とはいえ僕の感覚だから本当に全然現場のことは知らないで言ってる話なんだけど、はい、いわゆる高エネルギー外傷、はい、例えば交通事故みたいな大きなエネルギーが加わると脊椎損傷っていうのが起きるわけですよ、うん、でよく多分多くの人が知ってると思うんだけど、あんまりむやみに動かさない方がいいとかあるじゃないですか、うん、そういう交通事故とかにあった人をあんまりむやみに動かさずに全部ちゃんと脊椎を固定した状態でしっかり運ぼうねっていうのが結構一般的に言われてることです、うん、で街の救急車とかが来るととりあえず、まあ、バックボードっていうのでねしっかり固定して脊椎が動かないようにっていうことをやりながら運んだりするんだけど、うん、スキー場での事故もさそれと同じような高エネルギー外傷の可能性も結構あると思うんだけど多いですね。それに対してその街中でさいわゆるバックボードにバーッと固定してそれもちゃんと専門的に知識を持ってる救命士がそれ全部やって迅速に運ぶっていうのと同じことをはできないじゃないですか。その辺の なんていうのかな、どう整理してるのかなみたいな、まあ、一応そういう高エネルギー外傷があって、まあ、本当によく多いのが衝突する、うん、そういう時にやっぱりその脊椎やってる可能性があるとかもうこう痺れてますみたいな人に対してはやっぱりバックボードに乗せて頸椎カラーして全身固定であの山のふもとに救急車呼んでそこまで運ぶっていうのは、うん、まあやっでますね、じゃあバックボードに固定した状態でスノーボーモービルとかに乗せて運ぶような、そうですね、まあ、そういう装備があるっていうことですね。ありますね、大型資材みたいなのがあって、はい、なるほどね。じゃあ結構脊椎を守った状態で下ろしてこれるっていうことなんだね。そうですね。それは脊椎損傷ありなのかなしなのかみたいなのってなんかそれも判断基準とかあったりするものなんですか。もう要は受傷起点っていうところ、うん、そのエネルギー外傷があったとか、あの高速で滑走しててものすごいなんか転び方をしたとかっていうのがあれば、うん、まあ、基本的に隊員の中では、まあ、脊椎損傷ありだねっていうあの認識で統一はされています。なるほどね、うん、まあ、っていうことはじゃあもう隊員の中でそういう意識統一をするような訓練みたいなのは結構しっかり日常的にやってるっていうことなのかな。そうですね、まあ、一応うちらその医療知識専門家である必要はないんだけど、うん、その入る前に一応日赤さん の、はいはい、あの救急法は取ってきてねとかっていう話は、まあ、一応最低限の知識としてあるので、うん、まあ、それが多分ベースの考え方となっているところですね。なるほど。まあでも日赤のそういう講習受けたからってなかなか高エネルギー会社のバックボーン固定とかっていうレベルには、うん、ほど遠いレベルがいたりするけどね。ほど遠いんで、まあ、そこは雪上でのトレーニングを行って。そのトレーニングっていうのは誰かが何指導者みたいな人がいるものなんですか。まあ、一応これまではもう本当にそのベテランの隊員からこうずっとこう伝授されて、まあ、新人さんはそのベテランの人からこう学ぶみたいな。なるほどね。ただ実際現場に行くと結構こうコミュニケーションバラバラだったりだとか、ベテランさんはあうんの呼吸でできるのに、そこに新人さんが入ると、え、私どこ持てばいいのみたいな感じのが、正直、ありますね。まあ、容易に想像ができるというかね、うん、それはその道のプロではないわけですからね。プロではないです。ただ、それをなるべく良くしようと、訓練を積み重ねていってるっていうことですね。うん、今、脊椎損傷の話してきたけど、脊椎損傷じゃなくても例えば何か足を折った、うん、手を折ったみたいなものが多いと思うけど、はいはいはい、多いですね。そういうのも何か固定してあげたいとかいろいろ思うわけだけど、うん、そういうのも何か練習したりしてる。そういうのも練習はしてます。包帯で巻いたり芯に当てたりとか、うん、まあ、よく日赤の標本に載ってるようなやつを、はいはいはい、三角筋を吸ったりとか。なるほどね。実は竹さんは僕と同じ WMA っていう野外救急法のインストラクターをやってるんですけれども、そのコースだとさ、その固定っていうことに対してちょっと日赤とかで教えてることとは少しなんていうのかな、うん、視点が違うことを教えてるような気がするんだよね。その別に三角筋の使い方が重要だよとかいうよりは、あ、何のために固定するのかっていうと、うん、怪我しちゃってその先の虚血、血液がいかないこととかを予防するためだよみたいなこととかを考えて、うん、だから固定しようとか、うん、もしくはまだ使えるんであれば
使ってあげた方がよりスムーズに避難できるわけだから、うん、あえて固定しなくてもいいよねとかそういう考え方をしてるんだけど、うん、それってさ、なんか日赤とかの話とちょっと相入れない部分とかもあったりするような気もするんだけど、なんかそういう葛藤というか、なんかそういうのはある？葛藤、これまで自分が感じてきたのは、その固定するにしてもするにしても、うん、なんで、まあ、そうするのっていうのを考えるのは大事なんだけど、どうしてもこう形をきれいにするとか、うん、っていうところがすごくフォーカスされてきたのかなっていうのはやっぱ感じているので、そういったその指先の CSM とか、うん、そういったところまでをこう考慮して やるってい うところまでではない。一石だとこうだから現場でもそうしましょうみたいな。うん、まあね、それでまあいいのかもしれないね。まあいいのかもっていうのは、スキー場の場合は降りればすぐ救急車がいて、すぐ病院に行けるわけだから、我々が野外救急法として教えているのは、すぐに病院に行けないような人たちに対しての考え方っていうのを教えているので、まあ、スキー場の場合、そのちょっと中間的なところだから ね、うん、その日赤的なやり方でやってすぐ病院に行くっていうのはね、まあそれもちろんいいとは思うんだけどね。じゃあ今、脊椎損傷って話とか、まあ腕とか足で怪我している人はどうやってるのかなみたいな話してきたけれども、そうじゃなくて病気っぽい人も多分いたりしますよね。そういうのってなんかどう対応するんですか？あのね、結構、まあ、これはね、だいぶ人によって対応の仕方が変わって、あの、まあ、例えば頭ごっちにして、でもその見た目別に何もないけど、なんか陰で休んでたら気持ち悪くなってきましたみたいな人たまにいるんですよ、はいはいはい、でも外見全く何もないから、体によってはいろいろやり取りして、お客さんが大丈夫だねって言ってるし、この後も滑れるって言うから、じゃあ気をつけて滑ってくださいねって言って現場離れる人もいる。ただやっぱりこうよく観察してると、実は記憶を失ってるだとか、こうぶつかった時のことを覚えてないみたいなのも、こう聞き方によってはそういう回答も出てきたりとかするので、なんかそういう、なんかよくわからない、特に今ちょっと暑い時期だと、去年もあったんですよ、熱中症、熱疲労みたいな。熱中症、スキー場で熱中症とかっていうのもあるんだ。なので、いかにそういう、ね、分かりづらい人から情報を聞き出して、この後この人にどういうことが起きるのかなみたいなことを一緒にこう提言してあげる。なるほどね。と、まあ、よりパトロールとしてのこう付加価値みたいなのは高まるのかなとか、うん、まあ、今言ってる話って多分相当レベルが高い話で、なかなかね、今までそういう医療に触れてこなかった人が現場でそれをやるっていうのは相当難しい話だと思うんだけど、うん、それはスキーパトロール的には何、どういうレベルでやっていこうとか、今はどういうレベルだからこうしたいとか、なんかあったりするもん。一応その八方で今その体調がよく言ってるのが、うん、そのファーストエイドの部分だけを切り取ると、そのウィルダネス WMA のカリキュラムをこう導入していって、隊員全体としてのこうスキルをこう上げていこうっていう、目標設定はありますが、まあまあ道半ば、うん、一部分の人はあのいろんなWFA とか WAFA とか取っているんですけど、うん、そうですね、まあ、なので、まあ、今後そういう流れにはなっていくけれども、今はまだそこまでのレベルにはなっていないかなっていう。でも考え方としては、やっぱり我々がやってる野外救急法 WMA の考え方をスキーパトロールも取り入れてベースアップしていこうみたいな方針はあるっていうこと。やっぱりその共通言語はみんな持ってるといい、うん、例えば意識の話するときにアブプって誰かが使ってるのに他の人は知らないとかだと話にならないじゃないですか、うん、そうだね。なので、まあ、今後そういったところの整備はされていくのかなっていう感じ。なるほど。そもそもなんで WMA のインストラクターになろうと思った、そしてそれをスキーパトロールとしてどう今後生かしていこうと思ってるとか、なんかまずあるのが、その自分の中であるのは、そのスキーパトロールの社会的地位をどんどん上げていきたいなっていうのが一つあって、ね、まあそれとまたこう WMA のインストラクターになった理由っていうのはまたちょっと違うんですけど、うん、まあ最終的には自分はその極限の環境の中で助けを必要としている人がいるんであれば、まあ、自分がそこに行ってその人の力になりたいっていう思いもあるし、うん、
まあね、自分一人だけだと、ね、できることって限られてるけど、そういういろいろできる人がこう増えていくっていうこともまた大事なのかなっていうか、うんうんうん、自分に課せられた使命なのかなっていうのがやっぱりあるので、なるほどね、そういうのがあってそのインストラクターの道を志したっていうのもあって、いや最初にね言ってたのがすごくいいよね、スキーパトロールの地位を上げたいっていう、ね、上げたいですね、そう、いやそれすごくいいな、まあ、まあそうだよね、まあ、結局ね、そう、でも僕もいつも言ってるんだけど山岳医って金にならないわけですよそうなんですか、ただそあまあ医者そのものはね、なんか生きていくこともはもちろん生きてはいけるんだけど、それは山岳医としての仕事っていうわけではなくて、山岳医としてそれを生業に、まあ、生活してる人っていうのはまあ基本的にいないわけで、だから僕も目標としては山岳医という生き方があるんだよ、それでまあお金をちゃんと稼げるんだよ、いやそうっていうのを世の中に示すことによって、これから山岳医が増えてきてくれる、僕がやってきたこと以上のことをいろんな人が、僕の何十倍何百倍の人がそれをやってくれたら世の中絶対良くなる、世の中って僕が言ってるのは山岳医療環境って言い方なんですけど、それが絶対良くなるだろうと思って、だから僕がある程度その道を開いていってお金をもらいたいと思ってるわけですね、パイオニアですね、まあだからそういうことなんだけど、でも同じような話でしょ、そうですね、そのスキーパトロールとしてある程度医療を追求していくっていう意味で、その道のパイオニアっていうことをまあ考えてるっていうと、まあ大きさが、いやこれね、これ全員が全員こう思ってるわけじゃないですけど、うん、なんかこれまでってスキーパトロールってそのリゾートバイトの一環みたいなのって、うん、あ確かにあるよね、こう冬のね、それでこう来てたみたいな、そうだよね、でもそれもいいんだけど、でもさ特別な仕事してるわけじゃないですか、うん、でもちろん医療知識も必要ないかもしれないけど、でもなんでこの人はパトロール呼んだのかっていうのってやっぱ常に考えないといけないですよね、うん、いやー医療知識必要だと思うんだけど、怪我してるから病院行きましょうって別に誰でも言えるじゃないですか、うん、そんなの誰でも言う、うん、でもじゃあなんで病院に行かないといけないのとか、じゃあ病院に別にうちらも強制して連れていくことはできないんで、お客様は行かないよって言うんだったら、まあ、その意見を尊重しないといけないんだけど、うん、じゃあこの後あなた今こういうことが起きてて、この後こういう問題が起きますよっていうのまでやっぱ言えるかどうか。そうだよね。明らかに怪我したとか、明らかに具合悪いんだったら、それは誰だって病院に行く。誰だって言える。そうじゃないけれども、私スキーしに来たからスキーしたいんだけどなんか調子悪いんだけどみたいなね、人に対してこういう理由であなたはこれ以上やるとこういうことが起きる可能性がありますよとか言えたらね、言えるといい、ね、説得力も高まるし、はい、パトロール呼んでよかったなって、そうだろうかなと思ってます、ね、うんうん、いやなかなかいい話が聞けました、あの来年の応募も待ってますんでやっぱり今人員がいないのでなんか応募資格的なの、資格、例えばスキーの技術とか、なんかあるんですか？一応あるのは、SAJ1 級レベルとは言ってるんですけど、うん、まあ、あった方がいいですね。SAJ1 級っていうことがあれば、あとは、特にこれといって何かの経験とか、別にそういうのは、は特にはないですね。あとは入ってから、いろいろ、茨の道が待ってるので。茨の道が待ってるんですね。はい、なるほどね。はい、でも楽しいですね。うん、はい、まあ、今のね話を聞いただけでも誇りを持って働こうとしてるこういう人がいて、これだけ生き生きとねいろいろ語ってくれるっていうことは多分楽しい職場なんだろうなっていうのはまあ想像つきましたね。ということで今日は八方尾根スキー場のスキーパトロールの竹さんに来ていただきました。はい、いろいろねパトロールで起きそうな医学的なことにどう対処してるかとか、それに対してどう考えてるかみたいな貴重な話を伺うことができました。まあ、今後もね WMA のインストラクターとして同僚として一緒に働いていくわけですし、今度ちょっとねスキーもしに行きたいなと思う。ぜひスパルタで。ちなみに八方尾根スキー場ってまだやってますよね。いつまでやってますか？一応ゴールデンウィークまで頑張りますね。ああじゃあちょっとそれまでの1回ぐらいお邪魔したいな。その時期になるとねコブしかないんで。ああ、うん、コブの斜面しか残らない。じゃあ修行しに修行しに行きます、ね、来てください。ということで今日は滝さんに来ていただきました。それじゃあ今日はここまでします。じゃあねー。ありがとうございます。